出てこないの。あ、犬ちゃん出てきとうて。はい、メガネ買う。いや、泣く。ちょっと泣くわ。カエルの子はカエル。ぴょん。はい、ということで退院してきました。ありがとうございます。ということでですね、今回帰ってきたんですけど、えにし君とゆとちゃんになんと仕掛けたいと思います。カエルの子はカエル、ぴょん。カエルのこれ、カエルのカニです。カエルイカタン、カエルクマです。チャンネル登録をお願い。今日は はい、ということで、実はパパが内緒にします。エニ君とイトちゃんにサプライズをするって言って公園に行ってるんですけども、はい、ということで、パパがね、まあ退院できんっていう風にね、ママがイドちゃんとエニシ君にね、ちょっと説明するんですけど、まあ、実際ここの公園で、おったらどういう表情をするのかみたいな、まあ、撮っていこうかなと思っております。ドキドキするね。もう間もなく、もう間もなくやと思いますけどね。おいろーみたいな、うわーみたいな。わお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 。エニ君とイドちゃんから逆サプライズをしたいと思います。ということで、その内容はサプライズでおにぎりを作っていきましょう。盛大にお祝いしよう。そして登場は盛大に、パパ退院おめでとうって言うんで OK。 ということで、おにぎりを急いで作って持っていきましょう。内緒だよ、内緒だよ。花は花、うん、お花もある。パーティーグッズも用意してるんだよね。はい、はい、じゃあまずはおにぎりを作りましょう。イエーイ、イエーイ。はい、ということで、もうこのご飯をね、ラップに置いてにぎ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 やっちゃいましょう。できるかな。もうパパね、なんか塩分も控えないかんらしいから、そう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 、おにぎり、おにぎりね、いいんじゃない、いいんじゃない。どう、こっち、かわいい。よし、できた。にぎ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 、あら、こっち鉄砲ないの。あ、いたちゃん出てきとうて、出てきとう。にぎにぎした、三角できた、性格できた。うん、ちょっと派手な人ね、いこた。いい。こんぐらいね。かわいい。できた？できてない。よし。まだ食べよう。OK。よし。じゃあこれを持ってパパにサプライズしに行きまーす。イエーイ。あとは、あとはパーティー、そう、パーティーグッズ持っていくよ。OK。それでは公園にレッツゴー。よいしょ。どう、かわいい。スタンバイ、よし、見て、よし、スタンバイ、行くいますよ。乾杯。よし、なんか置いとこう、な、置いとこう、な、なべっとこう。蚊がつかねえ、蚊ね、夏だね、夏やな、バーベキューやな、ビールやな、飲めません、ビール飲めません。ノンアルや、ノンアルで十分、自分に酔おう、もう自分に酔おう、決めた。ねえ、いいとって歩いて、もうお酒や。来たんじゃん、あれ、来たんじゃん、あれ、あれ
기상장아래 이렇게 마구레스야 나 어머! 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 어 入院もういないの？もういない今病院にねんねしてるなんでなんかちょっと時間かかるかもしれん泣きそうやパパなんでくれたいとパパ、あ、かかるよし、退院おめでとうよ。 全部知ってました、ニコイトちゃん。やったー、やったー、嬉しい。はい、これパパに。はい、出た。ちょっとまずこれ。うわ、マジで。ちょっとマジか。はい、どうぞ。えー、これ糸？え、ソフィーのホーム。おい、知ってたんか。 忘れない。パリピポ来たろ。パリピが来てた。僕の方行こうから、こうよく。はい、エニートから。じゃん。はい、パパ、退院おめでとう。退院おめでとう。退院おめでとう。行くよ、エニ。退院おめでとう。 すごいやろ。何これ。やばいやろ。ちょっとやってやって。これパーンってなるやつじゃない。ここ、そうそう、子供もできるやつ。子供ができるやつや。うん。で、思いっきりな。ピャーン。ピャーン。すごいやろ。うわ、嬉しい。絡まった。絡まった。 絡まった。どう？めっちゃ嬉しい。盛大に祝おうと思って。うわ、絡まってる。ありがとう。待って、あ、何？パパがね、おにぎり食べたい。マジで？うわ、ちょっと嬉しい。<笑><笑> 俺さ、ずっとさ、あの、柔らかいご飯やったよ。大変な大変。今日まで。ずっと。この、ほんと今日から、あの、この粒のあるやつ食べていいって言われて。エニートの手作りおにぎりです。あー、ちょっとやばい、もう。はい、メガネ買う。いや、泣く。ちょっと泣くわ。ほんまにやばい、これ。お腹痛くならん？大丈夫。綺麗な手で握りました。<笑>うわ、めっちゃ嬉しい。シール貼ってる方が糸ちゃんね。 ちょっと貼ってないけど。シール、お尻に貼ってなかった。ハットハット。それが糸ちゃん。糸ちゃんから糸ちゃん。糸ちゃんの食べるよって。糸ちゃんとエニ君の一口ずつもらうね。はい、1個です。はい、いただきます。うわ、米粒が立っと。おいしい。細かい。うん。糸が本当ににぎにぎしたからね。 これ食べたい。どうじゃん。塩加減。こっち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 。これ食べたい。こっちエニ君のやから。これ食べたい。糸ちゃんに牛して。糸ちゃんありがとう。塩加減ちょうどいい。もう降ってないよ。え？降ってない。ちょっとしょっぱい。糸ちゃん、なんかしらよな。ねえ。糸ちゃんに。塩かけてないこれ。ないやろ。はい、こっちは食べたね。うん、こっち全然勝ったな。こっちすごく出てくれたな、これ。おい、おい、おい。
はい、ということでカエルパパ、おい、大変おめでとう。ありがとう。せーの、おめでとう。パパパパ行って、おめでとうって、おめでとう。パン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 、だから困れる。ありがとう、最高。ブッダのメガネは、マリ嬉しいわ嬉しいわ、はい、ありがとう。ということで、はい、以上カエルパパ退院逆ドッキリサプライズでございました、ね、おめでとう言ってパパに。おめでとう。おめでとう。ありがとう。よし、安全復活や。いや、食事制限あります。はい、ということで、おかげさまでカエルパパ退院して、カエルの子はカエルチャンネルが復活いたしました。よかったねー。ほんと、後で遊ぼうね。なんか今までね、この1ヶ月間たくさんの応援メッセージとかね、心配かけた皆様にもね、本当にお礼を申し上げます。パパ治った？治ったねえ。カエルパパからじゃあ一言最後に。いや、本当にすごいね、コメントとかがすごいなんか僕の心の支えやったんですよ。もう僕注射いっぱい打たれてめっちゃ心折れそうやったんですよ。本当抜け出そうかと思うよって。でもまあみんなさんがね、追って頑張れ頑張れ言うてくれたんでね、なんとか、なんとかね、ここまで来れたと思います。まあこれからもね、本当一生懸命やることはね、一生懸命やりますんで、できないところはもうできると僕は言おうかなと、はい、頑張れパパ頑張れ、泣きますはい、ということで、これからもね、応援していただけたら幸いでございます、はい、ね、無事にね、4人の生活が始まるんで、今日からね、いろいろとね、楽しい動画をね、これからもお届けいたします。待ってろよ。はい、ということで、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、またまたコメントでコメントよろしくお願いします。ほんじゃね、バイバイ。ペコパン、よし、ロナで出まくりちゃおう。また入院になる。やめて、ほんまやめて、はい、大丈夫だから。じゃあ片付けして帰りましょう。はい、すいません、はい、ありがとうございました。家帰ってご飯です。はい、逆サプライズ言うとけや言うたら逆サプライズちゃうやまた見てね、登録もよろしく。ありがとうございます。じゃんじゃん。